せーの、上げていこう食料自給率。姉さん姉さん、どうしたの？食料自給率って何？漢字が多くてよくわかんない。へえ、そんな明日テストで出る問題だったから知りたかったのに。そっか、あ、じゃあ先生に聞いてみよっか。せーの、もやし先生。こんにちは、もやしおさむです。今日は食料自給率についてシャキッと解説しましょう。食料自給率、それは国内で消費される食料のうち国内で生産している量を示す数値のこと。日本の食料自給率は約 38% で、残りの 62% は外国からの輸入に頼っています。これは先進国の中でも最低水準と言われています。こんなに差があるの？その数値は年々低下。この約60年の間に半分近くまで落ち込んじゃってるんだ。半分近くも？知らなかった。先生、例えばどんな食べ物の自給率が低いんですか？いい質問ですね。解説します。例えばみんなが好きなお肉だけど、牛肉は 38%、 豚肉は 49%、 自給率は半分以下なんだ。さらに小麦は 17%、 大豆に至っては 7% しかないんだよ。へー、そうなんだ。これからも輸入に頼るってわけにはいかないんですか？いい質問ですね。実はそうはいかないんです。一番の問題は、食料ならいくらでも安く輸入できるという安心がこの先もずっと続くとは限らないということなんです。この数年、感染症拡大やロシア・ウクライナ情勢など世界の情勢が大きく変化する中で、今まで通りに貿易ができなくなってしまっているんだ。農畜産物の生産国が輸出量を制限しなければならない状況になった時、国際的な価格上昇は避けられない。その影響を大きく受けるのは輸入に頼っている日本のような国なんだ。僕らの食べ物が世界の情勢に左右されていたなんて。そうなんだ。さらにもう一つ、今後世界の人口はどんどん増えていくことが予測されている。これからもずっと食料を輸入し続けられるかというとクエスチョンなんだ。そんな日本の食を取り巻くリスクに備えて、 JA グループでは国民が必要とし、消費する食料はできるだけその国で生産するという考え方を提唱しているんだ。その名も北小国産。北小国産、お姉さん聞いたことあるかも。自分たちで消費する分は自分たちで作る。国消国産が実践されれば、日本国内での食の安定供給のほか、日本の農業の応援にもつながるんだ。よいしょっと。ここからは僕たちにできることを、僕が茹で上がるまでの間にシャキッとお伝えしちゃうよ。お姉さん、コンロに火を。はいはい、お手数おかけします。もやしおさむクイズ出た。僕がもやしおさむって言い終わるまでに答えてね。日本の食料自給率をアップさせるために私たちができることは何でしょうか？もやしお。すっごく美味しかったですって言いに行く。いや、まあ間違ってないと思うよ。言った方がいいと思うよ。正解は、国産の食材を積極的に食べる国産デーという習慣。今から大事なポイントを言うから、僕の後に続いてね。はい、はい、できるだけ旬の食材を選ぶ。できるだけ旬の食材を選ぶ。地元の産物を食卓に取り入れる。地元の産物を食卓に取り入れる。ご飯を中心に肉や野菜をたっぷり使ったバランスの取れた食事を心がける。ご飯を中心に肉や野菜をたっぷり使ったバランスの取れた食事を心がける。よくできました。美味しくて体にもいい旬の国産食材を味わうだけで、日本の食料自給率アップに貢献できるんです。
次の日曜日は国産デーとして食と脳の未来を支えちゃいませんか。あ、僕が茹で上がりましたよ。また？シャキシャキのもやし、いつ食べるか。今でしょ。私たちの国で消費する食料はできるだけこの国で生産する国消国産、その考え方に基づいた食と脳を未来につなぐ新習慣、始めよう。国産デー。国産の食材で明日を元気に。